今日も動画見ていただきありがとうございます。この前ですね、こう胸のね猫背をこう直すっていう、動画をですね、お伝えしたんですね。椅子に座ってっていうことで、でそれのですね、もうちょっとね、もっとこう猫背をちょっと楽にするっていうんでね、応用編ということでちょっとこうやってみたいと思いますね。でこの前のね、動画はリンク先ね、こっちに貼っときますね、下の方のコメント欄に貼っときますんで、そちらをちょっと見てもらえばいいんですけど、じゃ今回もですねちょっとやってみたいと思います。でまずね、椅子に座ります。椅子に、はい、で椅子に座ったらですね、はい、足をしっかりつけてもらって、肘をですね、肘をこのまま手をですね前に出してもらって、こうやって内側にしてぐるぐるっと外にしてみてください。内側にして肘を伸ばしたんですよ、ぐるぐるっと外に。そして、ね、肘でね椅子をぐーっとね背もたれを押してみます。はい、そうすると胸がねぐっと、肘を押すことで胸が張れるんですね。でこのままですね、ちょっと息をね口から吐いて、で鼻から息吸って、で吸ったまんまですね、お腹が保ったまんまで、お腹にね力をこう、力というかお腹を膨らませたまんまでゆっくりですね、こうぐーっとね、顔はこうじゃなくて、顎を引いたまんまで反っています。でこの反った時も深呼吸にしてみてください。お腹のこのですね、お腹を膨らませたまんまでふーっとこうやってみます。でこんな感じでゆっくり元に戻すっていうのをね、ちょっとこうやってみてください。でこれがですね、ちょっときついなとか思う方は、最初のですね、さっき言ってたコメント欄に貼っときますんで、そちらをまずやってみてください。で慣れてきたなと思ったら、今みたいですね、手を前にして内側にして外にして、肘をぐっと引いて、でここで深呼吸、息を口から吐いて鼻から息吸って、口から吐いて鼻から息吸いながら胸を張ります。でその時にお腹をね膨らませたまんま保ってみてください。ふう、深呼吸しながらでもお腹を膨らませたまま、でここで顎を引いたままこう反らします。でこのお腹を保ったまま息を口から吐いたり鼻から息吸ったり、口から吐いたり鼻から息吸ったり、こうしてみてください。はい、でポイントはですね、顎を引くっていうことです。まず顎を引くっていうことと、お腹の膨らませたまんまで、はい、反るっていうことですね。これを、頭に入れながらやってみていただければと思います。はい、今日もありがとうございました。